どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は渋いかっこいい曲やります。今回に関してはあんまり簡単じゃないです。はい、ちょっと難易度高めの曲ですけれどもぜひやってみたい曲です。これは接吻キスオリジナルラブのあの名曲、このちっちゃいウクレレでできるだけそれでも簡単バージョンにするんですけど、それでもねこういうおしゃれな曲はですねやっぱりちょっと、普段出てこないことがすごく多いんで、それでもちょっとそれでも簡単にしました。やってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべくできるようにしたんですけど、さっきも言ったようにちょっと難しいですよ。4つ弾きでやります。で後半はさらにリズムファンキーなカッティングが入ってくる、あの独特の、グルーヴを出したかっこいいバージョン、最後までご覧になってください。はい、皆さん大好きな曲をいつか歌ってみたいあの曲ね、最新ヒット曲何でもいいんですけど、自分で歌うだけじゃなくて伴奏もしちゃう、これね本当に楽しいです。弾き語りです。はい、始めましょう。皆さん音楽とか楽器諦めてた方、ウクレレだったらできますからね。簡単なんですよ。奥もすごい深いんで、ずっと続けられるし、で、あとちっちゃいでしょ。どこでも持ち運びできるし、はい。ウクレレを始めて、ウクレレ弾きながら歌う。これ本当に最高に楽しいんで、ぜひ始めてください。どうしたら始められるでしょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで、この私ガズが、親切丁寧にわかりやすくコードの押さえ方、弾き方、全部レクチャーしております。そしてこのチャンネルにはもうすでに600曲以上のありとあらゆるジャンル、オールジャンルで、毎日ほぼ毎日私がアップロードしてるんで、どんどんウクレレワイワイできるようになりますよ。しかも YouTube ですから、いつでもどこでも見れて、スマホでも見れて無料です。ただですからね、これはやらないではないでしょう。はい、じゃあ今からここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンをここというところにクリックしていただいて、1から順番に動画を見ていくとだんだん分かってきます。ただし今日の接吻はちょっと難易度高いんでね、まずはその始めたいなと思ったら、そこから始めてみてください。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここクリック、いってらっしゃい。ここ。いってらっしゃい。よっしゃ。でね、ちょっと今日この接吻という曲はすごい、コードが、まあ普段出てこないコード、押さえづらいコードもいっぱい出てくるんで、まず一回シンプル簡単バージョンやって、あとね、解説するときにコードをまとめてやるんで、まず一回4つ弾きシンプル簡単バージョンの方でやってみます。1、2、1。長く甘い口づけを交わす、深く果てしなくあなたを知りたい。 Fall in love、果てし
シンプル簡単バージョンやってみました。シンプル簡単バージョンつっても見たことないコードいっぱい出てきたでしょう。まあこれはですね、まあゆっくりじっくりやればできますから安心してください。今の4つ引き何とかして左手のコードさえ押さえちゃったら4つ引きでできます。まあまず見てみましょう。まあ、もちろん、まあ、聞いていただいて分かったように、ガズレレ流、ウクレレ練習用、ショートカットバージョンでお送りしてますからね。1番のサビまで行ったら、最後繰り返しのところでやって、もう終わっちゃったという。2番やりたい方、書き出してください。その時に頭にすごく入りますからね、おすすめしますけれども、まずはその書き出す時、先ほどのテロップと同時に、このノートも見ながらやってみてください。で、こっから今始まったんですけど、後半のかっこいいバージョンでは、このちょっとしたイントロつけます。C と D7 の簡単なんで、まあこれも後でやってみてもらっても構わないです。この私のこのノート見るというのが特徴は、この点があるじゃない、句の上に点があるでしょ。あとこの、ここのぐにゃぐにゃライン。ぐにゃぐにゃラインはこれメロディーラインです。この点は、長く、この句の点から C メジャー7が始まってるってことになってます。はい。じゃあまずは、解説後でするんで、ひとまずメモってください。どうぞ、ドーン。わかる範囲で。一時停止でお願いします。ここまで A メロない？ここまで A メロ。ここがサビで、サビ入りで A メロですね。はい。で、ここからもうサビの繰り返しになるという。構成としてはすごくシンプルなんですけど、まあ、コードがね、まあ、あんま見たことないやつが出てくるということになっちゃってます。じゃあコードの解説いきます。まず注目してほしいのは、この赤く囲ったところあるじゃないですか。ここ言いますよ。G7、E7、Em7、Am、A7。これ指一本ね。Dm、D7。ここはですね、この赤く囲ったところは、ガズレレ必須コードという、これガズレレ YouTube、今ご覧になっているガズレレ YouTube で一緒に、ガズさんと一緒にセッションしたいときに、必ず覚えておいた方がいいよっていう8個のコードのグループをガズレレ必須コードと呼んでおります。コードっていうのはね、ほんと星の数ほどいくらではあるんですよ。で、全部覚えようと思うとほんと大変で、まあもちろんいずれはいろんなコードを覚えていくのはいいと思うんですけど、まず最初にこの8個のコードのグループを覚えましょうということで、ガズレレ必須コードということにしています。以前私が解説しているめちゃくちゃわかりやすい動画をここに貼っておくんで、そこでこの赤くま、囲ったコードは覚えてください。で、今日はそこで解説してないやつをどんどん紹介していきます。まず C メジャー7。大文字の M はメジャーです。小文字の M はマイナーなんですよね、マイナー。はい。じゃあ C メジャー7。これは簡単。ここ1個だけ。この1個だけ。おしゃれ。これがキーポイントですよ。C メジャー7。はい。で、どんどんいきますよ。次。B7 とセットで B マイナー7。B7 と B マイナー7、セットで、今レクチャーします。まず、B7 っていうのは2フレットを全部人差し指で押さえて、ちょいとここ、3弦の3フレット立てる。これ指寝かしてたらダメですよ。これ指立ってないとダメですよ。で、こうやって響きます。で、指1本でこうやって押さえるのを2フレット全部押さえれたりするのを制覇と言うんですよ。こういうのね。で、この時のレクチャー、こうやって押さえるんですけど、指のね、ここに関節があるでしょ。ここに弦が入っちゃうと力が入らないんで、ちょっとだけこっちを使うっていうイメージ。ここじゃなくてここを使うっていうイメージ。そうすると、こういう大げさにあるよ。こうじゃなくてこういうことだよね。上から見たらこう。こういう風に押さえてるの。ちょっとこうしてみる。角度変えてみる。そして、親指と一緒に挟み込んで、ぐっとこうお互い押し合って、こっちに引っ張り込む。テコの原理も使い、しかも体もこっちに、必要であればこっちにも持っていく。そこで B7 の場合はこうやって足すわけですね。はい。で、Bm7 っていうのは、これを外して、この指一本だけ、これが Bm7 なんですよ。で、この時の逃げ技としては、女子力ない方は、もう一個の指でこう、押さえ込んでもいいです。はい。ね、B7 と Bm7。これはこう、一個違いなんで、このセットで制覇で覚えてください。はい。そしてですね、はい、どんどんいきます。これが結構ね、おっと思うコードがで、Cm ってコードがあるんですよ。Cm。いきますよ。これは、4弦を弾かずに、こことこことここをこう押さえる。人差し指でもいいし、薬指でもいいですし。なんとも言えない Cm です。これは結構ね、さっきの制覇よりは気持ちが楽かな。私の場合はね、薬指で押さえるんだけど、こう、テコの原理を使って親指をこっちに押してあげるんですよ。こういう、なんていうの、テコの原理。グッと押すから、こういうふうに力が入るっていうような、こういう力をね、こういう力を加えて、テコの原理で使ってます。これ、Cm ね。この Cm。4弦は開放弦です。はい。で、あと、
これはまたラッキーコード。ラッキーコードっていうか、これ Am7。見てください。何にも抑えない。こういうコードもあるんですよ。何にも抑えないコード。これ Am7 です。これ Am7。はい。こうやって聞くとね、なんか大丈夫かなって。曲の中に入るとこれがおしゃれな効果を発揮するわけでございます。これで、一応コードは全部解説です。なんで、まあ、この B と Bm と Bm7 がちょっとややこしいかなって感じです。あとはね、なんとかいけると思いますよ。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。コード進行は全く一緒。ただ単に弾き方です。で、これはですね、まあ、ある意味、ウクレレっていうか、こう、弦楽器というか、最高峰かもしれないんです。一言で言うなら、ファンキーな16ビートのカッティングですね。はい、ちょっとやってみましょうか。じゃあ、サビのところをやってみましょう。雰囲気ね。長く、甘く、キレがいいでしょ。はい、これね、16ビートのまずチャをやりながらもこう左手でカッティングするという、まあ最高レベルの難しさです。まずですね、皆さん順番、このリズムをやるにはまず8ビートを極めないとできません。8ビートを極めた後16ビートです。16ビートつってもただの16ビートじゃなくて、ちょっとシャッフルで跳ねてるんですよね。ダン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 ダスダジャンダ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 ン、なんかチャカ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 、それでおいてカッティングです。カッティングっていうのは左手モニモニ動いてるでしょ。これ止めてるんですよ。ほら、右手は止まってないでしょ。こうやって止める。こういう技全部ここにまとまってます。最初8ビート練習してください。これはリンク先は、私のホームページの1枚でリズムでできる、ウクレレでできるリズムのいろいろというページなんですけど、順番間違えた。まずは8ビートをやってもらって、その次16ビート、その次16ビートのチャをやってもらって、下の方にスクロールしてカッティング、先は長いですけど、まあいずれこういうのがこう体ごと持っていける、これグルーブですからね。もうほんとこう16ビートのこうリズムを体ごと持っていくっていう感じのイメージでやると思う。あんまりここで説明するとなかなか難しいけど、で結構ゆったりなんですよ、リズムが。でこの辺のところはちょっと難しいところだと思うんですけども、まあひとまずかっこいいバージョンやってみようと思います。セップンキスオリジナルラブ、かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。長く甘い口づけを交わす、深く果てしなくあなたを知りたい。
ちゃん、はい、かっこいいバージョンやってみました。かっこいいですね。もうこのすごいファンキーなグルーヴとかおしゃれな感じがもうたまりません。はい。でちょっと今ね補足しておきましょう。さっきちょっと解説し忘れたんですけど、この A メロがあーあーどこかの A メロ始まる前のこの感想の一番最後のとこ、ここダダッって一回決めが入ってるんですよ。ここちょっと動画の中で見てみてくださいね。で、あともう一個ワンポイントレッスン。この16ビート、ファンキーな16ビートの時にすごく使える裏技を公開します。今ここの感想をちょっとやってみるんですけど、いきますよ。今分かった？こういうふうに、ジュルーンってスライドさせる、スライドっていう技ですけど、するとかっこよく感じます。もう一回いきましょうか。はい、毎回やるとたまにねなんかこう決めじゃなくて雰囲気でやるのがいいと思うんですけど、このスライドドゥルーンってやるとちょっとかっこよくなると、思います。さあにしたってやっぱりこのリズムは難しいと思います。まあこのグルーヴカッティングをやりながらしかも歌うわけですからね、まあねこれができるまだ過程が楽しいとこですから、皆さんじっくり取り組んでやってみてください。コードはねちょっとあのマスターすればこの Bm7 と B7 この辺だけだと思うんですけど、 Cm もちょっとあれですけどね、まあまあちょっと楽しんでやってみてください。これはね心込めて歌いたいやつですね。はい、お願いします。はい、ドーン、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。11月はガズ CD 出します。ドーン、こちらジャケットになっておりますが、究極入りの CD で2枚組です。 CD2 枚組、1枚は作品としての CD、 1枚はレッスン CD、 この作品としての CD を弾けるようにこっちの CD で練習しましょうというそういうパッケージになっておって、ブックレットになってて本になってます。楽譜とか解説とか歌詞とか全部そこに載ってるんで面白いですよ。 CD のことすべて今もうね YouTube に大公開して、音源もフル公開のレッスン動画まで上げてますんで、ぜひ一回聞いてください。 CD のこと全部ここにリンク貼っておきます。よろしくお願いします。 CD の1ホームページの1枚よろしくお願いします。でその CD を11月11日この日のイベントで先行発売します。代官山です。11月11日ガズレレの日、1が4つでガズレレの日です。ぜひ皆さん代官山に遊びに来てください。3部構成になってまして、最初は式典、ガズレレの日の式典やります。こっち入場無料ね。で次大合唱やりましょう。みんなもうワイワイ 大声で歌う、だからウクレレ持ってきてね歌う大会っていうか、まあ3部はパーティータイムでございます。乾杯しましょう。はい。そんな風なんですけど、もりもり来てくださいね。お一人様大歓迎、これで持ってきてください。11月の後半、ガズレーダー合唱ツアー。和歌山と大阪行きますね。和歌山、関西地方久しぶりなんで皆さんお待ち、待っとってな、ほんまにな。はい。最後は12月は沖縄まで行って、今年のガズレーダー合唱ツアー終わるということになっております。もりもり行きますよ。よろしくお願いします。本もたくさん出てます。はい、こっち。主婦の友から出てる、ガズのいいこと言ってる、人生と生き方の本。いきなりウクレレ。はい、こっち。リットミュージックから出てる超初心者教則本、めちゃくちゃ今売れてるようです。ありがとうございます。はい、もろもろ楽しいことやっていきましょう。音楽で楽しい人生。さよなら、バイバイ。またね。